でもさ、ほんとさ、東京慣れないうちってさ、夜とか、さ、疲れたなっていう疲労感が上がるのね。寝た気がしないですね。なんか寝ると朝来ちゃうから。何それ、ちょっとメンタルやられてるやつじゃん。すすれないんです。幼い頃に諦めました。早っ。祖母の家が中華料理屋だったんでラーメン育ちなんですが、いいじゃん。諦めました。え、ラーメンってすすれた方がいいんだよね。あの幼い時にどうなの。私もすすれなかったんですけど。そうなの。すすれるようになりました。沖縄そばとかをすごい食べてました、最初の頃。太くて食べにくいので、うん、で練習日々の。私だったらここでもう一杯ラーメン作ります。どういうことですか。麺のっけて、麺のっけて、もやしのっけて、チャーシューものっけてっていう風に。あ、レンゲの上で小ラーメンを作って食べるんです。いかがですか、この食べ方。いいって言ってます。聞いてくれる誰。いかがですか、この食べ方。そうか。いいって言ってます。いや、言ってない。あの、多分ラーメンってあの空気も一緒にすすることであの香りがちょっと鼻の方にも抜けてきたりとかすると思うので、そういう美味しさを感じてもらわないとちょっと辛いところありますね。多分ラーメン作ってる人って、うん、すすることを前提に考えて作ってるんだよ、うん、で麺にどれぐらいそのすった時にあのスープが絡むかとか考えて作ってるから、これやっちゃったらちょっと作った人の趣旨と違ってくるし、それはあの伝える仕事だから、仕事としてやっぱすすれるようにならなきゃダメだね。麺の皆さん今食べてここをお店の一番こうさあ、そこをこれにしたらこう誰か伝えづらいんですよ。